とうございました。やっぱり山岳警備の人は話しかけても答えてくれません。ストイックですね。おお、さすが。おはようございます。シュワッチなんか変です。サングラス間違えちゃいましたシュワッチ、こうでした。焦ってますな。間違ってました。2回目です。2回とも映像に乗っ取られてる。2回とも俺が発見。わざとやないから。あ、いや大丈夫。シュワッチ、見つけて着きました。さあ、ここから始めます。難しいよ。はい、解説を。羨ましそうに見てます。羨ましいですね。やりました。やりました。これから出たね。まあまあじゃないですか。まあまあサイズ出ました。いや、まあ出そうなところで出たよね。おお、これ主点がね、すごく綺麗ですね。これが山と岩の八寸尺です。ありがとうございます。ありがとうございます。結構暑いですね、身が。はい、はい、いやー、今、すごいいいとこで出ました。では、バイ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 。ありました。はい、提灯です。ウルトラショートプペットメソッドを開発しました。50センチショートリーダーシス略して提灯。
ったんで、あそこやるわ。どんな細かいと一緒なんだよ。そして、一度に引っ掛ける。出てもおかしくない。救急救急バスが出てきますから、はい、大バス救急車よし、ありがとうございました。ありがとうございました。減量2日目です。駐車場は一番乗りのようですが、川はどうでしょう、ね、一番乗りでしょう。というか逆に人がいないっていうのが釣れるかどうか不安でしょうがないです。まあ夏のね、この時期しかできないっていうことで、来たね。来ちゃうけど。お、釣れた。お見事です。この後釣れないかもしれないから写真撮っといた方がいいね。なんちゃって。やりました。やりました。嬉しそうに写真を撮ってます。なんか嬉しいな。姿勢が良くなってきました。みさん、やりました。しっかり自分の釣った魚を取ってます。取ってるところを取ってます。視点が綺麗です。すごい綺麗な、尺が出ました。最後橋の上からライズ発見しまして、そう食った、ナイス。ちょっとレーンが外れたけど、はい、大丈夫でした。
さんに続いて違う魚が手入してきたので狙ってみましたら釣れちゃいました。嬉しい。